おかえり。どうしてお前がここにいるんだよ。おかえりと言われたらただいまと答えるってママに教わらなかった？どうやって入った？なんだ、教わらなかったのか。だったら今練習しないとね。おかえりダディ。ここでただいまって言わないと。おかえりダディ。誰がダディだ。ただいま。これで満足か。よくできました。いやー、それにしてもただいまこれで満足か、渋かったな。ただいまこれで満足か。このセリフ回し、ジョージ・クルーにもびっくり。今年のオスカー像が収まる場所はあなたの手の中に決定。よくもまあ次から次へとそうペチャクチャと。もっと無口な方が女の子はモテるぞ。ああ、いたいけな少女にそんなこと言って。このお年頃女の子は傷つきやすいんだぞ。はあ、悪かったよ。でもそろそろ本当のダディのところに帰った方がいいんじゃないか。ダディは出張から帰ってこないの。どこで何してんだかね。ねえじゃない、俺はお前のことを特に知らないし、その上で父親のこと分かるわけがないだろう。そしてどうしてお前はここのところをこうやって俺につきまとうんだ。そしてどれだけ水を飲む。どれだけって、今日はまだこれで8本目。まだの使い方がおかしい。え、もちろん今日一回もトイレに行ってません。もちろんの使い方もおかしいんだ。そしてなぜ持つんだそんなに。一体は何者だ。この五番街を闇で仕切ってるベルセッティの財産をあらかた頂戴しようってんでしょ今夜。お前なぜそれを。それに協力してあげる、ミスターコヨーテ。俺の名前まで。三番街のマンホールから地下水路に入り西へ3ブロック。緊急の消火ホースはフェイク。そこを開けるとベルセッティの秘密アジトへの潜入ルート。水道局とマフィアがまさかつながってるとはね。お前本当に子供か。そして改めて本当に女か。うふーん。まだ名前のついてない感情がここにある。で、それに協力してあげるって話。なんだその協力って。さっきからもっとマシなジョークはなかったのか。ジョーク、あ、仲間だと思ってたやつから手榴弾をプレゼントされたの。親切な私はそれに対してプレゼントを返してあげたわ。ピンを外したその手榴弾をね。これでいい。まだそっちの方がマシだ。しかしな、俺がお前みたいな子供と組むメリットが見当たらない。意外と頼りになると思うけどな。いいか、俺はなビジネスをする上で信用義理論、この3つが金揃えてなかったら手を組んでこなかった。逆もしかりだ。その3つがあったら手を組んできた。それはお前みたいな子供と女でも一緒だ。ここで突然クイズ。本当に突然だ。これは何でしょうか。爆破装置。くだらない。そんなものを持っていたところで俺と仲間になるその交換条件にはならない。ブーブー。何がだ。爆弾は爆弾ですが、これは私のではなく地下水路の消火ホースの扉ならぬベルセッティの秘密アジトの扉に仕掛けられていたものでした。何？下調べしたら出てきたよ。知ってた？これを知らずに扉を開けたらドーン。お前は本当に一体何者なんだよ。ねえねえ、これはミスターコヨーテ、あんたにとって恩、義理、信用、その全てだ。やったー、コンプリート。勝ったー、これはコンクリート。結婚するの、それはさ、キャンユーセレブレート。カオスだ。じゃあ仲間になったところでレッツラゴー。おいおいおい、話が早すぎる。まだ仲間になったと言ってないだろ。俺はなビジネスをする上でポリシーがある。それはフェアでいることということだ。お前は俺のことを、俺の目的を分かってる。しかしお前は分かってるが、俺はお前の目的を知らない。お前の目的を話せ。まだ言ってなかったっけ。まずはね、
私たちのファミリーに入ってほしいの。マーズってなんだ。そしてファミリーってのは一体何なんだ。うちのボスがね、ミスターコヨーテ、あなたが欲しいんだって。止まれ止まれ。あとこの仕事から足を洗ってほしいの。おい、ちょっと待て、なんでそんなに指示を受けなきゃいけない。いくらなんでも条件が多すぎる。もちろん今すぐなんて野暮は言わないわよ。無事に財産をゲッツした瞬間にこの要望に応えてって話。爆破装置に引っかかるはずだった命を助けて、なおかつお目当ての財産までゲッチュする。この2つをあなたに与えるんだもの。筋は通ってるでしょ。どこまでも真っ当なこと。うふうなんだこの胸に引っかかるざわざわは。 あとご信用に銃は私が持つね。何を言ってるんだ。銃は俺が持つに決まってるだろ。ミスタークヨーテ何言ってるの。銃撃てないじゃん。トラウマがあるんでしょ。なんだと。昔ベルセッティに人質に取られた仲間を間違えて撃っちゃってから。そんなことまで。しかもその人はあなたの最愛の人で、お腹の中には赤ちゃんもいたんでしょ。だから銃は私が持つね。何言ってんだ。それでも銃は俺が持つ。何ミスターコヨーテ、銃撃てるようになったの。すごい。誰だ、口を聞くな。じゃあ撃ってみてよ。ほらほらほら、あれ撃ってみ、これ撃ってみ。どうしたんじゃこれ。悪いよ、踊れよ。撃ってみんしゃい、これ。なんじゃ、肝っ玉どこ置いてきたんじゃこれ。これ撃ってみ。3、2、1、バーン。何も出てこねえじゃねえか、これ。おい、撃ってみ。おめえよ、お尻の穴から指突っ込んで奥歯ガタガタ言わせんぞ。一度地獄を見た50代にしか出せない威圧感だった。こいつ本当に子供か。そして改めて女か。いやー、うふーん、新種のめまいだ。ってことでよろしくね。はあ、分かった。あ、そうだ、私のことは恋ドッグって呼んでね。自由奔放のタイミングで自己紹介すっと入ってこない。じゃあベルセッティの財産に向けて出発進行ね。水水水。こいつは本当に役に立つのかもしれないな。あ、そうだ、途中でドラッグストアに寄ってね。おい、まだ何か必要なのか。クリスタルガイザーをね。まだ飲むのか。で、改めてどうやって入ってきた。あいつはそこが知れないな。何？何じゃない。どうしたの。どうしたもこうしたもない。お前の言うルートっていうのについてきたら、これはどういうことだ。どういうことって。すぐに捕まったじゃないか。いいか、ここはな、ベルセッティに牙を剥いた人間が放り込まれる、いわゆる処刑場だ。見てみろ、このムクロ。過去に捕らえられた人間のその未来に俺たちの育成を重ねてる、あいつの悪い趣味だ。キャハハやめてくれ。ったく、子供を信用した俺が間違いだった。まだ子供扱いしてる。それはこの今の状況を見たらそれに決まってるだろう。なんで。強がるな。強がってなんかないもん。じゃあなんだその大量のおもらしは。今さら子供になりやがって。ナディ助けて。皮肉なタイミングで素直になられてもな、残念ながらいくら呼んでもダディは来ないよ。俺がお前のことを信用したその運命を恨むんだな。なんちゃって。ん？成功成功。とうとうおかしくなったか。よっよいしょ。ん？よっよっ。よし、作戦通り。どういうことだ。ここでまた算数のクイズ。クイズはいらない。少女 A は体重が40キロあります。その少女 A がペットボトルの水を2リットル9本飲んだとします。さて、少女 A の体重は何キロになるでしょうか。お前、まさか。ちなみに少女 A はトイレに1回も行ってないものとする。さて、何キロ。58キロだ。ですが、やっぱり全部おもらししちゃったとしたら40キロだ。こいつ
一度大量に水を含み腹を膨らませ、その状態でわざと相手に捕まり、そして捕まった後に全ての障害を放出し、お腹とロープの間に隙間を作り、そこから抜け出したっていうことかが、もっと他に方法はなかったのか。いくらなんでも品がなさすぎるだろう。すごい量だぞ、匂いも。お前の賢さは歪んでいるよ。すごいスリルだったんだけどな。ゾクゾクした、楽しい。一体お前どんな人間に育てられたんだ。うふーん、もうホラーだよ。おい、とにかくよ、なんでこんな遊びに付き合わなきゃいけないんだ。もっとストレートの方法あったら、なんでこんな回り道をする。ブーブー、何が不正解なんだ。ミスターコヨーテ、あなたが狙っていたベルセッティの財産のアリカは実はフェイクだったのよ。アリカがフェイク？うん、そんな簡単に宝物にたどり着けないわ。わざと捕まったのには訳があったの。訳？実はあそこに近道があるの。何？これは、ほら、こんな囚われの部屋にセキュリティも何もないところに保管してあるなんて誰も思わないわよね。こんなことまでお前は。これで財産はゲッチュ。しかもここから表に出れるルートになってます。うふーん、それが可愛く見えてきたよ。でしょ、ねえ。よし、ロープをほどけ。ダメでちゅ。なんでだ。これをゲッチュした時に私の要望に応えるって言葉をミスターコヨテ、あなたの口から聞かないと。そうだったな。じゃあ聞くわよ。私たちのファミリーに入ってこの仕事から足を洗ってくれますか。仕方がない、契約は契約だ。やったー、契約成立。うん、ボスも喜ぶぞ。ったく、そのボスってのは一体お前、しまった、してやられたか。そういうことか。まさかこんな子供がこんなことまで知ってるわけないもんな。あいつのボスはベルセッティ。あ、そうだ、うちのボスってね、すごい頭いいんだよ。銃は私が持っていてって、うん、だってね、あなたがファミリーに入った瞬間に銃でボス撃ったら元も子もないでしょ。お前たちグルだったが。そりゃグルだよ、だってファミリーだもん。うふー、今日一番で笑えないよ、それが。なるほどな、宝のアリカにありつき、そのピークの段階で俺に条件を飲ませる。そして仲間に入れ、俺たちの言うことを聞け、足を洗えか、それは俺たちの好きなようにされる、そういう筋書きだったってことか。話が早い、ありがとう。もういい、好きにしろ。あ、好きにしろって言った。好きにしろ、いただきました。ねえ、聞こえたボス。電話は繋げてやがったが、どこまでも趣味が悪いやつだ。ねえ、ボスの声聞く？今更なんで俺がベルセッティの声なんて聞きたいと思うんだ。ねえ、あなたさっきから私のボスのこと勘違いしてない？どういうことだ。ボスがベルセッティなんてまっぴらよーん。じゃあボスってのは？これが繋がってるということは、コイドックの作戦通りに行ったってことね。この声はまさか。あなたが撃ち殺してしまったと思っていた私は、あの後何とか生き延びたの。メアリー、今は田舎でひっそりと暮らしてるわ。あ、そうだ、あなたさっき私たちの家族になってくれるって言ってたわよね。家族？ファミリーってのは？もうそんな仕事はやめて、同じ家族として戻ってきて。ジーザス。おかえり、あなた。オーマイガッ。おかえりと言われたらただいまと答えるってさっき練習したでしょ。うっぷす。ボスがファミリーになってくれって言ったのはこういうことだったんだよ。ボスはメアリーで、メアリーがファミリーという、その名の家族に戻れと。ずっとそう言ってたんだけどな。だとしてもお前はなぜメアリーのことをボスと呼ぶ。
だって私のマムだもん。何？じゃあお前まさか。出張お疲れ様ダディ。改めて初めまして。そしてお帰りなさいダディ。練習通り言えるかわからないが、ただいま我が娘よ。がこの子を子供として受け入れるのに時間がかかりそうだ。ガッテン。